違います。この論文が出たことによって僕も、あ、これは出なきゃやらないとダメだなっていうのを自分の中で確信に変わった、結構人生を変える論文なんですね。僕の中でね、並ぶ並ばないとかスペースが閉じると閉じれないっていうのは2006年7年ぐらいにもう終わってる話なんですよ。本当に鉛筆じゃないって罰しできるの、本当かねって思うでしょ。皆さんごきげんよう、大島です。今日はですね、このインビザラインあるある、まあ、こう大好評シリーズインビザラインあるあるのドクター編です。なので患者さんがちょっと見ても少し分かりにくいよとね。なので難しい内容なので、患者様もし見たいなと思うようであればもっと面白いのいっぱいありますので、それを見ていただいて、先生方は見た方がいいですよ。すごい面白い内容なん で最後まで見ていただくと、あ、こういうことね、おーって分かってくるので、今までなんかこう霞んでるようなものが、霞が晴れてくるような感じなので、ぜひ最後までご覧ください。僕たちサロンやってるんですね、オンラインサロンってのやってまして、今400名以上の先生がご参加されてるインビザライン・アライナー矯正のすごく治療をね一生懸命されたい先生がお集まりいただいているサロンなんですけど、そこにまた多くのご質問がいっぱい来まして、抜歯症例のことについてなんかいろいろ、クラス仕上げはいいんですかとか、44の上顎抜歯だけとかね、変額の抜歯はなんかどうなんですかとか、なんかわけのわかんないいろんなのがまたバッと来てるんですよ。でそれについて、僕がね、まあ、こういうふうに考えてますとか、あとこういうふうな感じで組み立てていくといいと思いますっていうのは、この YouTube の方でもお話しますし、こちらの概要欄の方に我々のオンラインサロンのリンクが貼ってありますので、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、オンラインサロンの方どんなことやってるのと、ぜひ一緒に勉強していけたら嬉しいです。で今日はこの抜歯症例、インビザラインアライナー矯正治療における抜歯症例の戦略編ということをお話します。戦略とは何かと、戦略とはとにかく戦うとかじゃなくて、自分の頭の中の組み立て方だと僕は思ってます。とにかくむやみに難しいとか、むやみに大変だとか、そういうふうに騒いでもしょうがないと僕は思ってまして、僕のメンターである我々のクリニックの先生方のメンターでもある菅原淳二先生がよく僕にこういうことをお話ししてくださるので、その言葉をまずご紹介しますね。難問をね、難しい問題が出てきた、数学の、その時に自分の知ってる公式で因数分解して約分して、で難しい難問をどん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 シンプルにしていって、自分の知ってる公式でね、それで難問を解いていく、そこに数学を、数式を解く面白さがありますよねっていう話をよく菅原淳二先生から伺うんですね。矯正治療も難しい症例に対して同じなんではないかと、つまり難しい症例、難症例を難しい難しいと思うのではなくて、この難しい症例はどういうようなもの、どういう要素が複合しているのか、でそれを自分の使っている自分の得意な歯の移動だったり、あと自分の考えるこういうものとこういうものが融合してこうなっている、だったら分けて考えて、こちらをクリアしたらどうなのか、そしたらもっとシンプルな問題が残ってくる、じゃあその後にこの問題を解決しようと、そういうふうな形で頭の中をクリアにしていくと、難しい難しい、大変だ大変だではなくて、何が難しいのか、何が大変なのかというのを頭の中でシンプルに因数分解して、一つずつこの問題を対処するにはどうしたらいいのか、そこに解決策が僕はあると考えています。難しい難問を自分の知ってる数式公式に当てはめて、因数分解約分をして、どんどんシンプルにして数式を解いていく、これは数学でも物理でも基本ですよね。なので難しいのをそのまま やろうとしたら解けませんから、一発でポーンと解けるでしょ。それをこういうふうに自分でどん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 こうね、階層を分けて、で最後あこうだなっていうふうに答えを出していくと。矯正治療も僕そうだと思ってて、なんで抜歯症例が難しいのか、僕の中では上下左右でまず分解もしますし、あと歯のパートとお顔のパートと関節のパートでも分けていきます。なので抜歯症例の難しいのは何か、まず僕はお顔のパターン、フェイシャルパターンから見るわけですね。歯だけを見て矯正は簡単、なんかすごくなんか出っ張ってると難しい、そういう僕ものではないと思ってます。なんでかというと、まず歯を動かすということは、そこに骨がなければ動かせられません。なので骨の状態を調べなきゃいけないんですね。お顔に対して何ミリの移動がこの患者さんは可能なのかと、もし上顎前凸としてすごく出っ張ってる顔だとしても、下顎がすごく小さかったら、じゃあどうするんですかと、上顎を抜歯して2級仕上げにすればいいというものではないですよね。問題はどこにあるのか、問題は下顎が小さいから上顎が前凸だと、だったら上顎2本抜歯するのではなくて、もしかしたら下顎のアドバンス、外科的なアプローチが必要になってくるのかもしれない。
つまりお顔のフェイシャルパターンを見て、まずこの方は歯だけで問題が解決できる状態なのか、それとも骨格的な問題がある方なのかとかね、そういうところから僕はいつも見てます。なので創生がきつければ簡単とか、あと歯列がなんかこう創生がなくて出っ張ってたら移動量が多いから難しいとかではなくて、歯のポジションとお顔のこの顎顔面骨格っていうのはマッチングして考えなきゃいけないんですね。歯だけが綺麗に並んでても奥に下がりすぎちゃってたりとか、あとは歯だけが綺麗に並んでても角度がついちゃってるとかね、よくありませんし、あと関節のことも考えなきゃいけませんよね。なので細かいところ、木を見て森を見ずになってしまうのではなくて、まず全体を見て、そこからどんどん分析していくと、因数分解していく、それが僕たちのメンターでもある菅原淳二先生がいつもお考えになられている、菅原淳二先生はアメリカの矯正歯科学会で15回連続ご講演されている唯一の日本の矯正の先生なので、その先生から学ぶべきものは我々にはすごくあると思うんですね。僕もいつも学ばさせていただいてますし、すごく感謝します。その時にどういうふうにいつも組み立てられてますかって伺った時に、まず顎顔面骨格のフェイシャルパターンだよねと。なので歯だけを見てもダメでしょと。でそれは僕も本当におっしゃる通りだと思います。外科的なアプローチも含めて矯正治療っていうものがあるんだと。つまり外科を除いた矯正治療っていう話をしても、それはまずここの部分をなしにして話してるだけなんで、本当に難症例、本当に難しいものっていうのは顎顔面骨格の不調和から始まるものが多いですから、なのでこのね、難しくないところだけのここの話をしてるのではなくて、全部を見なきゃいけませんね。そうしないとアプローチもすでに違っちゃってるのかもしれない。もし外科的なアプローチをしてたら、もっとシンプルな場合も多々ありますので、まずそこを見なきゃいけない。ただまずそもそも抜歯症例でね、難易度が高いとね、その顎顔面骨格のことは分かった、フェイシャルパターンのことも分かったと。小島ちゃん、それじゃあちょっと細かく教えてねと。分かりました、このオンラインサロンの方でそこの部分もいっぱいお話します。フェイシャルパターンからどういうふうにアプローチするのかと、それもお話しますけども、今日はこのね、抜歯症例ちょっと全体的な戦略、僕がこういつも考えているものなんですけど、まず一つは今お話ししたような、このスペースが少ないっていうのがそもそもの原因なんですよね。スペースが少なくて歯を配列することができない。スペースがもしね、その作ることをしなかったら拡大しすぎてしまったりとか、あとはお顔に入りきれなくてエステティックな問題が良くないと。なので抜歯をしなければいけない。もしくは大臼歯の遠心移動ができないので、7番の遠心部分にコツがない、少ないがゆえに4番を抜歯してまとめていくと、そういう風になりますよね。となると、まずこのスペースというものが患者様のお口の中にあるのかないのかですね。顎そのものを前方にとか、上顎そのものを後方にとか、骨格的な問題があるのかないのか、さらに7番の遠心部分にコツがあるのかないのか、3番4番5番の胸側側にコツがあるのかないのか、さらに上顎の前身はすごく骨薄いですから、どれぐらい角度つけれるのと、ムーなんてそんなことできませんから、それも骨の状態を見て判断しなきゃいけませんよね。なのでまずスペースというものを我々は見つけなきゃいけない。それがないときに、抜歯というふうになるわけですけども、じゃあ抜歯をしたと、一本ね、各ブロックでないわけですよね。犬歯もしくは前歯を後ろに持ってくる、もしくは小臼歯大臼歯を前方に持ってくるという、もう自然界の摂理を逆行するようなそんなような動きをするわけですよね。ということは、自然界っていうのはね、自然に前にどんどん行っちゃったりするので、この下げるっていうのはもう思いっきり逆行してますよね。その逆行をするような歯の移動をするということはね、何か固定源が必要なわけですよね。するの？その固定源が今までだったら大臼歯だったり、もしくは架橋固定でリンガルアーチ使ったり、ナンスのホールディングアーチみたいなのを使ってましたけど、今はね、ナンスのホールディングアーチ使ったりとかしませんよね。うちのクリニックも2007年にできて、ナンスのホールディングアーチ一つも使ったことありませんし、リンガルアーチもありませんから、今はもう多分しないと思うんですけど、固定源だったらスケレタルアンカレッジミニスクリューとかの方が全然強いんで、こちらをするのが僕は多いと思うんですけど、固定源もし弱いんだったらスケレタルアンカレッジミニスクリューのようなものを使うと。さまざまな応用がありますよね。これに関してもさまざまな応用をオンラインサロンの方でお話します。例えば6番と6番の上顎のね、この間のところにミニスクリュー1本入れて、パラタルバーを入れてここで固定するとか、僕しませんよ今は。ただそういう方法もあるし、あと固定源をどういうふうにロス、その固定源が固定じゃなくなっちゃう状態にならないようにするために、もっとシンプルにしたいのかっていうと、こういうこともありますよね。なのでそういう一つずついろんな
技がどんだけあるのかっていうのもすごく重要だと思うんですけど、こういう固定源のことを考えなきゃいけない。でその次、傾斜の移動の方がアライナーは得意なので、少し時間を空いて歯根をコントロールしていかないと下移動しませんから、ずっと持続的な歯の移動をしているとどうしても傾斜していきますね。でその傾斜をどうやってコントロールするのか、その時にはアタッチメントだったりとかね、歯根のコントロールどうするの、歯根がどういう形なの、歯根の周りの骨はどうなのっていうのを CT だったりとか骨の状態から分析する必要があるわけですね。なのでここは CT だったりとかそういうものがないと、もう予測もうお願いしますの世界になっちゃうと。だから難しい難しくないっていう前に、歯根がどれぐらいあるんですかって話なんですね。大臼歯、固定源の歯根はどういう歯根の形態で、どういう状態の固定源を予測してこのクリンチェック作ってるんですか。もしくは7番がね、こういうほとんどこう問い条項みたいな一個になってる場合の7番と、あと7番がこういうふうに湾曲してて、しっかり骨を持ってるような7番で、動かし方は違いますよね、考え方も違いますよね。これを見ないでね、じゃあこの7番はこうだとか、このこれはこうだとか言っても、それはちょっともったいないと思います。全部見なきゃいけないですからね。なので傾斜しないようにするためには、歯根の状態、骨の状態が絶対に分かってないとダメですし、それが分かってなかったら解決策が見つからない場合もあります。ぜひここはねチェックすると。あと移動量で、この移動量も闇雲に全歯を下げるというものではなくて、臼歯の移動量と全歯の移動量の最もベストなところに歯を移動する計画を立てればいいわけですよね。なので全歯をこのぐらいリトラクションする、下げるとするならば、臼歯はどこに行くのかなっていうのを逆算してプランニングを立てていく。なので右左上下で同じ移動量じゃなくていいはずなんです。それを先生が分析する必要があると。でそれが本当に予測実現性のある移動量なのかそうじゃないのかっていうのは、先生方のやっぱ経験だったり知識だったり、あと予測、こういう移動だとこうなるなっていうのを見ていかないといけない。その時にアライナーの得意な移動と得意じゃない移動っていうのがあるんです。で得意な移動と何かっていうと、悪化と傾斜なんですね。なのでそれを組み込んでいくと僕はいいと思ってるんですけど、先に言うと抜歯症例で全歯を下げたい時には、やっぱり悪化して角度をつけるっていうのが一番理にかなってると思うんですね。そのままの状態で下げようとするとバイドが深くなっちゃう。こうしてこの歯をここが中心でそのまま下げるとこうなるでしょ。だからバイドが深くなるじゃないですか。そうならないようにするためには、まず下げて悪化してコントロールしてあげればこうなりますよね。なのでその移動方法を行うとするならば、歯根がこの方向で悪化してもいいのかっていう骨の状態は分かってないとダメですよね。なのでそれが絶対必要と。まずこういうのがね、抜歯をする上で先生方がまず最低限知っておいてほしい内容ですよね。それは、まあ、CT だったりその資料を取った時に先生方が分析するものであって、インビジラインの人においどうすればいいんだとかね、そういうことしちゃダメですからね。それはもうこれですよ。それをしてもインビジラインの方は分かりませんし、先生お願いしますよ、先生の患者さんでしょということなので、これはもうちゃんと先生方がちゃんと考えなきゃいけないね。じゃあこの分かったよと、小島ちゃんと、そういうことも偉そうなこと言ってるけど、本当にインビジラインって抜歯できるの、本当かねと思うでしょ。それについては僕だけの、ね、意見ではなくて、インビジラインで抜歯症例ができるのかっていうことについて、世界的な論文からお話をしていきます。まずジャーナルオブクリニカルオルソドンティック JCO ですけど、2002年にね、もう抜歯症例って出てるんです。科学の全歯一本抜歯、それが初めての、全世界で初めての抜歯した歯を並べるというインビジラインシステムの症例だったんですね。2002年ってことはもう 2000年ぐらいに終わってるのかな。1998年にインビザラインはアメリカでも出てますので、そのミトラ先生ね、今はインビザラインアラインテクノロジーのクリニカルのトップの方なんですけど、矯正医の方なんですけど、そのミトラの論文でこの2002年に出てるんですね。でその次、この2006年、長臼歯4本抜歯の世界的な論文が初めて出ます。でその2006年のこの長臼歯4本抜歯の論文を僕も本当にすごい見たし、何度も何度も自分でもこう読むだけじゃなくて図に書いたりとか、あこういうふうにやるんだとかね、すごくねこの論文を僕はもう100回ぐらい読んだんじゃないかな。なんかこういう感じでやるんだとか、紙に書いてこんな感じでやってみようとかね、この論文の中からすごく学ぶことが当時多かったんでやりました。自分なりにこの論文をどうやって分解していこうかなと、アタッチメントはどうなのかとか、
ね、リファイメントの時の写真と初めの写真があって、ここからここまでの間にどういうことが起きたのかとか、そういうのをいろいろ考えたりとかね、球史の移動量何ミリで全身の移動量何ミリぐらいだとかね、そういうのを考えて、おお、なるほど、こうするんだっていうのを自分の中でも勉強させていただきましたし、あとこの論文が出たことによって僕も、あ、これは指でなきゃやらないとダメだなっていうのを自分の中で確信に変わった、結構人生を変える論文なんですね。なのでもうこの時に小球史4本柱はできてると。でもっと言っちゃうと、この2006年の時っていうのはまだアイテロもないし、スキャナーもないしね、あと今のような柔らかいマテリアルじゃなくて硬くてシリコン印象で大変だったんですよ。でもそれでもできてたわけですね。我々はもっとすごくいいツール、いい装置、あとはスキャナーがあったりとかね、そういうのもありますんで、我々はもっとできてなきゃいけませんよね。ということはこの論文をに敬意を称すとするならば、まずこの論文から学ばさせていただいたことを我々は実行して、いいツール、いいスペックのものを使っていい結果を出さなきゃいけないと。なので、まあ、この小球史4本柱というのはもうこの時にできていると発表されています。あと我々のチーム、僕たちのチームの先生と我々のメンターでもある師匠でもあるシュープ先生たちとね、2014年に、まあ、バーシと加速矯正装置の併用した論文を JCO で出させていただきました。これは世界で初めてですね。加速装置とインビザライのバーシ、2014年で、さらに2020年に新しいそのバーシ症例と加速装置の論文を出してますので、バーシができるとかできないとかっていう話はもう終わりで、できるんだけど、じゃあ今度そのクオリティだったりどういうふうによりよくまとめていくのかっていうのが問題になってくると思うんですね。僕の中でね、並ぶ並ばないとかスペースが閉じる閉じれないっていうのは2006年7年ぐらいにもう終わってる話なんですよ。なのでそこの部分での議論っていうのは、まあそうねっていう、そういう感じなんです。今僕たちがね、2022年に話すべきアライナー矯正、特にバーシの話っていうのはもうそこじゃないんです。ということで言うと、何ですかこれと思うかもしれないけど、今僕が考えているのはね、アメリカの矯正歯科学会でインビザラインの発表させていただいたんですけども、 ADDS って話したんですね。これ何でしたっけ先生。あ、はい、で穴子と土壌をどう寿司にみたいな違います僕がねお話したのはアナトミカリードリブンデジタルシミュレーションね。つまりその解剖学的なそのデータをもとにデジタルシミュレーションを作りましょうっていう話を2021年のアメリカの矯正歯科学会で僕が話したんですよ。この ADDS って言葉を作りました。つまりアナトミカルドリブンってことは、今までインビザラインとかアライナー矯正治療っていうのは、これ論文にもあるんですけどね、歯間のことしか考えてないでしょって話なんですよ。みんなね、歯間のことだけ考えて、なんかこの歯は動きにくいとか、この歯はどうだとか、アタッチメントがつきにくいとか、アライナーがつかめないとか、そういう話でしょ。もうその話はもういいでしょと、みんな分かってんだからと。そんなのは論文読めばいっぱい出てますよね。そんな怖いこと言いません僕はね、オンラインサロンでももう一回勉強しましょうねとやります、全然ね。ただまずその歯間しか見えなかったアライナー矯正治療のもう世代から、我々は今度歯根だったり骨を考えてどこに動かしていくのっていう、そういうフィールドでしょと。さらにお顔との連動もして、より正確な、より美しい仕上がりを達成するためにアライナーの矯正治療をしてるんだと。つまりアナトミカリードリブンデジタルシミュレーションが唯一できるのがアライナー矯正装置しかできないんですよ。細かい歯の移動をここでバチッと並べるといいんだっていうシミュレーションを作った時に、その移動を寸分の狂いもなく再現する可能性が高いのはマルチブラケットでもリンガルでもなくてアライナーなんですよ。なのでアライナーの矯正治療してるんですよっていう話なんですね。なので我々は今もうこの歯間しかね見ていない話から、今こっち見てるんだよと。歯根の形だったり骨の形によって、うちで治療させていただいた患者様のパターン別だったりとかね、そういうことを今考えてるんですよ。そういうことを今やってるんです。なのでそこの部分を細かく先生方と一緒に勉強していい治療をしていきたいなと。歯間をコントロールするアライナー矯正装置だけど、実は見てるのは歯根で骨なんだと。歯間を見ているのはもう分かったと。なんでかっていうと STL データでデータが残ってるから。であとは我々がどう歯根をコントロールしていくか。そもそも矯正治療っていうのは歯間を使って歯根を動かしている治療方法ですよね。だから歯根の形態がわからないで何の会話ができるの、何が難しいのっていう僕はことだと思います。
ます。なので前肢の下げる量も下げる量だけじゃなくて、ここの部分どうなってんのっていうのを見ていかなきゃいけないし、それを見ることによってより何ステップも高い治療経過だったり、より安全でより予測実現性の高い治療経過がデジタルで作れると思ってるんですね。なので議論すべきところはもうそこなんですよと僕は思ってるんです。ただこれからアライナー矯正治療を、ね、始める先生もいっぱいいらっしゃいますので、ぜひね、その僕が今まで悩んでたりとか、あと僕が今まで考えて解決したお話、ここはこうなんですよっていうのがいっぱいあるんで、そこの部分とかはこのオンラインサロンだったりとか、あと僕の夜間コースだったり6回コースの方とか出ていただくとより深く分かりますので、もっと勉強したい方はそちらの方ぜひ見てみてください。あとはね、さっきお話したこのスペースを閉じるとか、あとボーイングエフェクトって言ってこうギューンってなっちゃうとかね、あと前肢の位置本当にここでいいのとか、大臼歯のコントロールどうするとか、アライナー矯正治療ならではのバイオメカニクスとかね、本当に抜歯矯正のアライナーのトピックっていっぱいあるんですよ。なので今日だけではねちょっと語りきれないのもあるんで、今日はこのインビザラインあるあるの抜歯条例の戦略編ということだったんですけども、僕はどういうふうに考えて戦略立てているのかっていうのをまず第1話みたいな感じで今日はお話しさせていただきました。この後ね、そのオンラインサロンの方でも抜歯のやっぱりこうご相談ご質問すごく多いので、先生方からねそれについてお話しさせていただきますので、一緒に勉強していきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今日の内容面白かったなと、勉強になったなと思う方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと概要欄の方からオンラインサロンのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらの方もご覧ください。本当にね、新しい内容、論文だったり、症例だったりとか、あと僕の最新の情報、あとサロンの先生方のご質問、毎日配信してます。なので、アライナー矯正、インビザライン勉強したいなと思う方は、ぜひオンラインサロンの方も入っていただいて、一緒に勉強していきましょう。今日は、インビザライン、アライナー矯正治療における抜歯の戦略についてお話しさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。それでは皆さん、今週一緒に頑張りましょう。またねー。